南蛮箱辺は、なでしこか南蛮箱辺属の多年草。別名、鶴仙脳と呼ばれる。茎はよく分子し、鶴のように細長く横に伸びて、長さは一点五から一点七メートルほどになり、他のものに寄りかかって成長する。緑色で茎には細胞が生え、節がある。葉は、長さ一から四ミリメートルの葉兵を持って耐性し、葉の形は好奇心型から、 卵状大型で、先端はエイト尖り。大きさは、長さ2から9センチメートル、幅1から2.5センチメートルになり、肺炎は滑らかで、炎と裏面に毛が生える。柿は、夏から秋の7から10月にかけて咲き、枝分かれした小枝の先に1個の花を、横向きないし、下向きにつく。額は緑色で、合わせなして筒状の交渉形になり、ご中列し、 列片は長卵形で、長さ1から1.2センチメートルあり、先端は鋭、形になる。花弁はここで離れてつき、白色、長さ約15ミリメートルで、途中から反り返り爪部は長く、玄部はくさび型となって2列する。おしべは脂肪より貝につき10本、果汁は3本ある。果実は液化状の果てで黒色に熟し、 計6から8ミリメートルの休憩をしている。果実は劣開せず、中に多数の種子が入っている。種子の長さは約1.3ミ、mm、リメートルの人形で光沢のある黒色になる。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、世界では中国の東北部、朝鮮半島、アムール、ウスリー、サハリン、千島などに分布する。 サンヤに自生する。和名に南蛮とつくが、気化植物ではない在来種である。南蛮ハコベ属に属する種は、ユーラシアの温帯に一種のみ存在する。南蛮ハコベ族キ属ウカバラスエルは、洗脳属陸に据えるとともに、マンテマ属レネエルに含める場合がある。ありがとうございます。